はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いします。本日はですね、コンビニでね、面白いもの見つけたんですよね。それがですね、これはい、豆腐そうめん風って書いてありますね。そうめん風のね、豆腐を見つけたので、ね、これをね、ちょっと今日は与えたいと思います。はい、ざるにとってみたけどね、こんなそうめんみたいな感じですね。豆腐風のそうめん、これをね、ちょっと揚げてみたいと思います。こんな感じですね。これをどんな感じで食べてくれるのかね、ちょっと楽しみなんですけど。はい、おおおおおお、ちゃんと食べてくれてますね、これね。面白いな。これはですね、何豆腐なんだろうか。絹こしなのか木綿なのかちょっと書いてませんね。おお、いい食べっぷりですね、みんなね。それでですね、豆腐なんですけど、大豆の加工食品である豆腐はハムスターにとってすごい好物だそうですね。好物っていうかね、好きな食べ物だそうです。日常的に与えると主食を食べなくなる恐れがあるので、頻繁に与えるのは避けましょうって書いてありますね。冷たいままで与えるのではなく、一回やなんかお湯とかでね、茹でてから与えるのがいいみたいですね。熱と水分を取ってから与えるのがいいみたいですね。あんまり水分高いとね、下痢とかになっちゃいけませんのでね。絹ごし豆腐より木綿豆腐の方が栄養価が高いそうですね。絹ごし豆腐のカルシウム量はほうれん草の倍もあります。ハムスターにとっては栄養がすごい取れるような食べ物だそうですね、豆腐は。あとですね、闘病中や食欲が落ちた時に積極的に口にしやすい食べ物なので、何も口にしてくれない時は助かる最終手段だそうですね、豆腐は。あと離乳食代わりもなると思うんですけどね。お、もういかないのかな。いらないのかね。はい、こちらは男の子ですね。男にもそうめん風豆腐をあげてみたんですけど、まあ食べてくれますね。あんまりこういう食べ方はね、見せてくれないんですけどね、食べてくれてますね。はい、といったわけで本日は
豆腐そうめん風、違うか、豆腐そうめん風って書いてありますね。そうめん風の豆腐のご紹介でした。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それではさよなら、さよなら、さよなら。